こんにちは。本日のテーマは自律神経です。皆さん、自律神経と聞いてどのようなイメージを持たれますか？精神的に病んでるの？など精神的な印象が強いかと思います。しかし自律神経は体の全身に分布していて、人間にとってとても大切なものでなくてはならない存在なのです。この自律神経は交感神経と副交感神経を合わせて自律神経と言います。では神経について説明しますけれども、神経っていうのは中枢神経と末梢神経の2つがあります。でこの中枢神経っていうのは脳みその脳と脊髄を中枢神経と言います。で末梢神経っていうのは今回の自律神経と体勢神経っていうものになります。体勢神経っていうのは例えば右手の人差し指を動いてよとか、足を動かすよとか、そういうふうに自分の意思で動かせるものを体勢神経と言います。で自律神経っていうのは自分の意思では動かすことができません。例えば消化をするときに今胃動かせとか言って胃動かないですよね。ということでこれは意識と無関係に動く神経なんですね、自律神経。でこの自律神経っていうのは、この交感神経と副交感神経というものの2つから構成されています。だからよく聞くこの自律神経失調症っていうのはこの交感神経と副交感神経のバランスが乱れてるんだよということになります。でこの交感神経というのは、背中の胸椎、腰の腰椎、そこの背骨ですね、胸椎と腰椎の背中の部分と腰の部分の外側から出ます。胸腰椎の外側から出ますね、交感神経とね。で副交感神経っていうのは脳幹っていうのは中脳胸円髄と仙髄から出るのが副交感神経なんです。仙骨のとこですね、仙髄で。この交感神経と副交感神経のバランスが正常に保たれている状態が体にとって最も良い状態です。交感神経と副交感神経の緊張の差が大きいものを自律神経失調症と言います。特に交感神経が常に作動しているようなものの状態のことを言うことが多いです。で交感神経っていうのは猫がこのように怒って臨戦状態になっている状態を交感神経と言います。で自律神経失調症っていうのは24時間365日常にこの状態になってます。そうすると疲れますよね。もう10分起こっただけでも疲れるのに、これが寝てる間までなったら必ず臓器だったりいろんなとこおかしくなっちゃう。こういう状態を自律神経失調症って言います。で副交感神経っていうのはこのようにハワイで、私よく授業で説明するときにハワイでねトロピカルジュース飲んですごいリラックスした状態だよって言うんですけど、これが副交感神経で、これがだんだん年齢を重ねるにつれて機能しなくなってっちゃいます。だからこれが機能しなくなっちゃって常に交感神経が高い状態で病気になってってしまうっていうのが自律神経失調症になりますね。で、自律神経っていうのは血流との関係が強いと言われています。交感神経が緊張状態だと血管が収縮するので、血管が細くなるために血流が流れなくなってしまうのです。特に自律神経失調症は交感神経が過剰に緊張状態になってしまった状態を指します。そのため常に血管が収縮している状態が24時間続くため、さまざまな不調が出てしまうのです。自律神経失調症ね、交感神経が肩の状態ですねが出てる、これによって起こる主な症状は冷え、むくみ、疲れが取れない、やる気が出ない、集中力低下、肩こり、下痢、便秘、胃腸障害、
腹部膨満感、息苦しさ、立ちくらみ、耳鳴り、めまい、難聴、不眠など様々ありますが、これらのほとんどの症状が自律神経失調症により血流が低下して発生するのです。例えば脳の血流が低下すれば記憶力や判断力の低下につながります。腸への血流が低下すれば消化器系や栄養の吸収が悪くなるために下痢や便秘になるのです。また腸の吸収が悪くなると肌や髪、爪などの再生が遅くなってしまいます。この問題となっている交感神経は男性は30歳、女性は40歳を超えるあたりから10年ごとに 15% ずつ衰えていってしまうとされております。そのため先ほど列挙したような自律神経の症状がある方は男性は30代以降、女性は40代以降に増えてきてしまうのです。しかしそれより若い方でも常に交感神経が作動するような生活習慣を送っている方は交感神経が緊張状態になってしまうため自律神経失調症になってしまうのです。例えば昼夜逆転の生活をしている、寝る前にお酒を飲む、タバコを吸う、朝日を浴びるのはたまに、入浴はシャワーのみ、寝る時間はいつも24時以降、エナジードリンクやコーヒーなどを好んで飲むなどは交感神経を興奮状態にしてしまうのです。若いうちはこのようなことをしていても自律神経は壊れにくいのですが、繰り返しこのようなことをしていると若くても自律神経は壊れてしまいます。ましてや年齢がいった状態でこのようなことをしていると必ず自律神経は壊れてしまうのです。また自律神経が一度壊れてしまいますと治すのにある程度の時間とお金がかかってしまうのです。そんな方のために本日は自律神経を回復させるツボを3つご紹介しようと思います。最後まで動画をご覧いただき自律神経を回復させ残りの人生をより楽しいものにしていきましょう。では皆さんが自律神経が実際にやられているのかどうかをちょっとこちらでチェックしていきたいと思いますので、皆さんもこのチェックリストありますが何個当てはまるか皆さんで手を指折りして数えてみてください。でこれがね自律神経チェックリストになります。では一つずつね、見ていきたいと思います。1、最近疲れを感じる。2、どちらかというとおっとりしてるというよりせっかちな方である。3、最近なんだかやる気が出ない。4、寝つきが悪い、眠りが浅い、寝ても目が覚めてしまうのどれかが当てはまる。寝つきが悪い、眠りが浅い、寝ても目が覚めてしまう。5、お腹の調子が悪く便秘または下痢気味である。6、比較的手先や足先が冷えやすい。7、手先、顔などむくみやすい部分がある。この7個の中で皆さん何個当てはまりましたか？この中で一つでも当てはまる方は自律神経が乱れている可能性があります。それで2つ以上当てはまる方は自律神経にかなり乱れがあるということになります。全部当てはまるっていう方はさらに重くなります。なので一つでもちょっと自律神経乱れてるなっていう状態になりますし、2つ以上で増えれば増えるだけ自律神経が
乱れてるんですよっていうことになってしまいます。一つ目のツボはこちら、天柱です。一つ目のツボの天柱なんですけど、天柱は足の膀胱系の経絡になります。でまずね、この足の膀胱系っていうのを説明していきたいと思いますけども、この膀胱系っていうのはこの目の付け根のところの生命っていうところから始まります。でここから始まって額をぐーって上がっていって頭頂部に行きます。で頭頂部まで行ったらこのまんま後頭部を加工して首の方に入っていきます。でこの首の方に入っていくと、ここの赤い印つけときましたけれども、これが天柱になります。で天柱をこのままぐーっと下がって加工していきます。でこうやってお尻のとこまで来たら、このように大腿部を加工して、膝のところを加工して、このように足首のところまで行きます。足首のところまで行ったら、今度はこのように小指の先、先端のところで終わります。でこのツボなんですけれども、ここのね、背中のところね、この膀胱系っていうのは背中の横を通ってますね。このようにね、この線の横があるところはそうなんですけど、この交感神経っていうのは胸腰椎、胸腰椎っていうのはこの背中の胸椎、ここの腰椎、ここの外側から交感神経が出るんですね。なのでここの胸腰椎があるところ、背中と腰の脇を刺激することができるのがこの膀胱系なんです。そのためこの膀胱系っていうのは交感神経を抑制するのに良い働きがある経絡になります。そのため今回はここの天柱のツボを使って自律神経を抑えていくというような考え方になります。ではね、この一つ目の天柱なんですけれども、天柱の名前の由来は、天っていうのは頭を指し、柱はそれを支える支柱である頸椎を指します。この頸結は頸椎という柱の上に頭蓋骨が支えているところにあるツボのため、このような名前がついたとされています。このツボ、天柱ですね、ツボは疲労回復に効果があり、特に精神疾患やストレスの効果がある、ストレスに効果的であるとされております。自律神経系の乱れはまず首の後ろや後頭部に現れることが多くなります。そのため首の後ろの血行を良くし、凝りをほぐすことが自律神経失調症の症状の緩和に有効な方法なのです。で、天柱の位置っていうのはこの亀の生え際で、ここのところにくぼんだところがあるんですけど、このくぼんだところから外側にここに筋肉があって、ここをこうやってこういうとぷこってへこみます。ここが天柱になります。で、この天柱ね、先ほどストレスに効くとかね、その自律神経を調節するのに効くって言ったんですけども、その他の効果なんですが、頭痛、眼科疾患全般、でここ目つながるんですね。で、肩こり、めまい、ストレス緩和、で特効血として有名なのが鼻づまりにも有名ですね、この天柱ってね。では天柱のツボの位置を見ていきたいと思います。ではね、天柱の位置なんですけど、この頭のね、中心をこうやってグーッと降りていくと、ペコってね止まるところ、このくぼみが収まるところで、ここくぼんでるところがあるんですよ。ここにちょうど降りていくと高まりのところがあって、そこからグッと降るとここにくぼみがあります。このくぼみのところから脇に行くと筋肉があるんですね。筋肉も暴流しているところがあるんです。この暴流しているところを越えた先、ここが天柱になります。でここ分からなかったら、このようにグーっていってへこんだところ、こうくぼむんです。こう、こういくとグッて止まります。でここの真ん中まで行って、ここアモンっていうツボなんですけど、ここからグーっとサイドに行くと止まります。完全にここで山を越えて、ここに脊柱起立筋という筋肉の山があるんです。ここ止めたところ、ここが天柱になります。では
天中のツボの押し方を見ていきましょう。ではね、この実際にね、天中のツボの押し方なんですけども、もう一回確認すると、このままグーって降りてアモンね、こうやってやった時にへこんでるこのアモンっていうところがあるんですけど、ここのところこう後ろ向いた状態だとすごい分かりやすいと思うんです。アモンへこんでます。で、ここグーっていくと筋肉があって、ここくぼんでます。こうもうこの辺を押すとね、あー押されてるツボだーっていう感じがします。で、ここを親指でこのように持って、この4指の方は耳の上ぐらいをこうやって押さえます。で、ちょっと斜め上を向いた状態でぐーっと反対側の目に行くような形で押します。ぐーっと。で、頭の力一切抜いておいてくださいね。この形で行っていきますので、皆さんも一緒に10回押していきますよ。ではもう一回探しましょうね。この真ん中からぐーっと降りていって、こうやって後ろ向くとこう へっこんでるところありますけど、ここのところから脇にぐーって山を越えて下ったところあたりに、ここにくぼみがあります。ここが天中になります。で、ここをこのように親指で押さえていただいて、耳は第4指は耳の上あたりを押さえてください。ちょっと今私こめかみぐらい押されてますけど、で、斜め45度上向いておいてください。この状態で息を吐いた時にふーっと3秒かけて押して、吸った時に離してっていう形で行っていきます。で、この押す時になるべく息を吐く、ふーって吐く時間を6秒取ってください。吸う時は3秒。この呼吸吐くことが長いことによって副交感神経を優位にすることができますので、6秒かけて吐いてって、吸うときは3秒でっていう形で行っていきます。ではね、皆さん 10回行っていきます。いきますよ、せーの。6秒かけて吐いていきます。せーの、ゆっくり吐きますよ。1、2、3、4、5、6。はい、吸って、この時に離していきます。2回目、息を吐いて6秒かけて吐きます。1、2、3、4、5、6、吸って、はい、3回目、息吐いて1、2、3、4、5、6、はい、吸って3秒かけて離します。4回目、息を吐いてふーっと吐いて押していきます。1、2、3、4、5、6、はい、吸って3秒かけて離していく。7回目、1、2、3、4、5、6と、で、吸って離して、8回目、息を吐いた時にグーッと押していきます。1、2、3、4、5、6、吸った時に3秒かけて離します。9回目、1、2、3、4、5、6、ゆっくり吐いてくださいね。はい、吸って3秒かけて離す。はい、ラスト10回目、吐いて1、2、3、4、5、6、はい、吸って、1、2、3。このようにツボ押しをやっていきます。で、それ以外の方法も教えていきます。この指3本でここの天柱を押さえます。天柱をグッと力を入れた状態で入れておいたら、ちょっと上を向いてこの状態で目を閉じてください。目を閉じた状態で首を左右に10回振ります。軽くです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってやりますので、皆さんも一緒にやっていきましょう。はい、ここぐーっと指3本で天柱をぐっと決めてください。ぐっと入れたら、この状態のまま目を閉じていただいて、首を軽く左右に10回振っていきます。じゃあ皆さん、首を左右に10回振っていきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、そしたら今度は上下に10回振っていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このままもう一度目を閉じて、首を45度ぐらい上げた状態で左右に10回振ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このようにやってきます。で、その後続いてですね、このような猫手にしてください。猫手にしてここの部分をこのように揉みます。こうつけた状態で左右にこうやって揉みます。天柱あたりをしっかりとこのように揉んでいただきます。このように。で、あとはこの上下に1、2、3、
5、6、7、8、9、10、横20回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょうどね、この辺の猫手の第二関節が当たるような形で行ってみてください。2つ目のツボはこちら、内観です。では2つ目のツボの内観について説明していきます。この内観っていうのは手の血沈進歩形になりますので、その手の血沈進歩形の流れについて説明をしていきます。ではまずこの手の血沈進歩形っていうのは、ここのところに天地というツボがありますけれども、天地ね、これ天地ですね。でこの天地というところから始まってぐーっと上がって、このように上腕のところまで来ます。上腕のところまで行ったら、今度この肘のこの曲がってるところですね、極託ってところありますけど、ここからぐーっと降りてって、このようにここのところ、この赤い印がついてるところが内観になります。で内観のところから、手首からね、指3本分上のところが内観ですけれども、でここをぐーって降りて老朽、それから中小というところで終わります。はい、2つ目のツボはですね、こちら内観になります。内観はね、先ほど見てもらった通りね、血沈進歩形になります。でこの進歩、心を包むの進歩の経絡は、胸の心臓の周りを取り囲んでいるため、胸の病にこの進歩形の経血を使うことがあります。またこのツボは心を包むツボと書くことから分かるように、精神疾患に大変有効なツボになります。特に心身症といって、心がおかしくなると体の症状が出てしまう病気がありますが、まさに心がおかしくなるとこの心房の流れもおかしくなってしまうのです。そのため緊張状態など心を落ち着かせたいときには、ぜひとも押したい経絡になります。内観はここの内っていうのは内臓、咳っていうのは出入り口の咳所の意味です。主に内臓を調整する働きがあるとされています。このツボは胸の詰まりを取り、気の巡りを良くすると言われています。そのため思い悩んだりストレスを感じると、この内観のツボに反応が出てしまうのです。でこの内観っていうのは、ここのところに、ここの手首のところからですね、ここにグーで握ってちょっと手首を曲げると、ここに線が出てきますね、腱が出てきますけど、この手首のところから腱の上、腱が2本出てくると思うんですけど、そこの上から指3本分いったところが内観になります。でこの内観ね、自律神経失調症以外にもその他の効果っていうのがあります、ね、これ胃腸の不快感、吐き気、座りなんかね、ここを押すグッズが売ってるぐらい、海外なんかでも結構、私が海外行った時に、船乗った時にね、リストバンドつけてる人いましたよ、子供さんに。だから海外でも売ってんだな、内観って有名なんだなってヨーロッパ行った時に思いました。でつわり、あとは乗り物酔い、あ、ない、そう、つわりにもそういうのがあるんですが、乗り、先ほど言った乗り物酔いにもこれあります。で貧血、不眠、動悸、心臓がドキドキドキってしちゃう動悸、不整脈なんかには有効です。ではね、内観のツボの位置を見ていきたいと思うんですけども、この手首のシワがありますよね。手首のシワから指3本分上、ここが内観になるんです。でその時のポイントなんですけど、手をグーに握るとここに、腱が出ますよね。腱が2本出ます。ここ1本目と2本目あります。このちょうど真ん中で指3本分上、ここが内観になります。でごく稀にここの長小筋腱っていうのがない人がいるので、2本出ない人います。出ない、1本は出ると思うんで、1本出たとこの上から上の3本目っていうところで覚えていただいて構いません。2本出ない人、こうやって私2本見えるんですけど、出ない人いますからね。なのでそういう場合は腱の上を指3本分上っていう形で構いません。こうやってね。でここが内観になります。でここ押し方なんですけども、ここを押さえてですね、息を吐いた時にふーっと押して、吸った時に離してを10回繰り返します。
で、その時のポイントなんですけども、自律神経は呼吸との関係が高いとされてますので、6秒かけてグーって押して、3秒かけて吸うようにしてみてください。吐いてる時が副交感神経優位になりますので、緊張した時に深呼吸するのは、ゆっくりと息を吐くことが重要なんです。緊張すると呼吸が浅くなり、酸素不足になっていることが多いのです。ヨガや太極拳なんかも、すごく呼吸に気をつけるのは、この副交感神経を意識しているからです。ツボ押しも吐く息を長くすることにより、自律神経の調節がつきますので、ツボ押しの際は、今回のね、この自律神経に関してですけども、6秒かけて押して、3秒かけて吸うを意識してみてください。ではね、実際にやっていきたいと思います。ね、皆さんよろしいですかね、確認してくださいよ。手首のシワで、このように手首をキュッと曲げると腱が出ます。腱のところの真ん中ですね。2本の腱の真ん中なんですけど、1本しか出ない方はこの腱の真上みたいな感じでいいですよね。で、この状態にして指3本分上のところ。で、ここを親指で押していきます。じゃあ皆さん押していきますよ。6秒かけて吐いていきます。ではいきます。1回目。1、2、3、4、5、6、はい、3秒かけて吸う。2回目吐いてくださいね。1、2、3、4、5、6、3秒かけて吸う。はい、3回目、吐いて。1、2、3、4、5、6、3秒かけて吸う。4回目、吐いて。1、2、3、4、5、6、3秒かけて吸う。5回目、1、2、3、4、5、6、3秒かけて吸います。6回目、1、2、3、4、5、6、3秒かけて吸う。7回目、吐いて。1、2、3、4、5、6、はい、吸って、はい、ゆっくり吐いて。8回目、1、2、3、4、5、6、はい、3秒かけて吸う。はい、9回目、ゆっくり吐きます。1、2、3、4、5、6、3秒かけです。9回目、1、2、3、4、5、6、3秒かけです。はい、10回目、息を吐いて、1、2、3、4、5、6、3秒かけて吸います。で、これね、今回左の手でやってますけど、同様に、こちらの右もね、同じように押してみてください。またこのツボにはですね、米ツボってね、このサージカルテープをこれぐらいにして、ここに生米止めてピッて貼るだけです。超簡単で、それとお灸もね、ここにやっていただくと有効です。で、お灸なんかドラッグストアに行けば、売ってます。弱いタイプの手首のところでね、皮膚弱いので、弱いタイプを使っていただくと良いかなと思いますので、ドラッグストアで相談してみてください。2つ目のツボはこちら、清潔です。はい、3つ目のツボはですね、こちら清潔になります。清潔っていうね、ツボの名前はないんですけども、清潔っていうのはこのツボの始まりだったり終わりだったりするところ、ツボが始まるところを黄色のところで、黄色のシールでつけてます。ツボが経絡の終わりのところは緑色でつけています。で、この手の単位背景が終わるところを小小と言います。これが親指のこの爪の脇にあります。で、人差し指のところに小腰と言って、手の陽明大腸系の始まりのツボがあります。で、今度中小っていうのは手の血沈心包系の終わりになります。で、ここ肝小っていうのは手の小腰三小系の始まりになります。で、ここ小小というのは手の小陰神経の終わりのツボです。で、ここ小卓はですね、手の太陽小腸系の始まりのツボになります。これらの指の末端はツボの始まりや終わりのツボになります。この経絡の始まりや終わりのツボを刺激することにより、様々な自律神経の疾患を調整することができてしまうのです。また、
爪の生え際、その爪の生え際の両隅にある清潔、爪の脇を清潔って言いますよ、は自律神経のバランスを整えるツボとして知られています。ストレスで交感神経が緊張状態にある人はもう一方の副交感神経を刺激することで自律神経のバランスを調節し、病気を予防したり症状を改善したりすることもできるのです。また自律神経は交感神経と副交感神経のバランスが保たれていることにより健康を維持することができるのです。しかし偏った生活習慣や食生活、運動不足、環境の変化、季節の変わり目、天候、ストレスなどが原因でバランスが崩れてしまうのです。よってツボ刺激と同時に生活習慣を見直す必要があります。自律神経を改善したい場合は生活習慣の見直しが必須条件となります。で、先ほども言いますけど、清潔っていうのはこの位置なんですけど、爪のこの生え際のこのちょうど角ですね、隅、この角隅、角隅、この角、ここからピーっていくのとピーっていくのと、この角っちょですね、角っちょというのが、ここが清潔ですよってことになります。で、後でね、ツボを押すんですけど、こっち側だけですよとか、こっち側やんなくていいですよじゃなくて、もう両方いっぺんに押しちゃいますからね。だから、これは別に覚えなくてもいいです。ここの爪の両サイドをもみもみすればいいよっていうような感じが清潔になります。で、これね、先ほど自律神経にね、効果的ですよということで言ったんですけど、その他の効果としてどんなものがあるかっていうと、冷え症、不眠症、耳鼻科疾患全般、体がだるい時、月経前症候群、過呼吸、頭痛などに効果的とされております。ではね、清潔のね、押し方1ですね、1見ていきたいと思います。清潔はほんとこの爪の際です。爪の脇っていう形ですね。ここさっきね、押しましたけど、このようにこの緑が経絡の終わり、黄色が経絡の始まりっていう意味でさっき紹介したので、同じようにこのようにやりました。で、これは別に覚えなくてもいいです。爪の脇を押さえればいいよということになります。で、これどのように揉んでいくかっていうとですね、まずこのように2本でこのようにつまみます。つまんでいただいて横にネジ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 ってやります。1,2,3,4,5,6,10回で、そしたらこのギューって引き伸ばす。これを繰り返し行っていきます。では皆さんももう本当にこんなの別に意識しないで、さっきやったんでね、この緑が終わり黄色が始まりって感じなんですけど、特に意識しないです。じゃあこのようにまず爪を押さえていただきます。爪の脇、この親指まず押さえてくださいね。このようにグッとちょっとね、痛気持ちいいぐらいで押してください。この状態で左右に10回押します。いきますよ、せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 そしたらこのままギューッと引き伸ばします。続いて人差し指、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 で、このままギューッと力を入れた状態引っ張り上げる感じですね。はい、中指、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。このままぐーっと引っ張り上げます。はい、この薬指ですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ぐーっと引き上げます。はい、最後小指です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。で、ぐーっと引きます。で、今度ね、反対側を、違う方法でやっていきます。今度ね、このようにね、挟むタイプでもやりやすい。これどっちでもいいですよ。このようにグイーって、このままここでグーってやって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 伸ばす。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 伸ばす。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 伸ばす。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ここの間で挟んでますからね。最後小指、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。引き抜くって感じですね。で、これね、
手洗いの時にも清潔を刺激するようにしましょう。そうすると同じようにね、今みたいに刺激してください。そうすると最低でも3回以上は必然的に清潔を刺激することができます。朝昼晩手洗いますよね。このツボ以外にもお風呂に入った時などは足の清潔も刺激するとさらに効果的、同じように爪の脇です。清潔にお給をすることもおすすめの方法になりますので、ここね、米粒はちょっときついので、お給をするようにしてみてください。では続いて自律神経体操をご紹介しようと思います。自律神経は背骨の中を流れている脊髄の流れが大変重要になります。その際に大切なのが姿勢です。姿勢が歪んでしまうと背骨の中を流れている脊髄の流れも滞ってしまうのです。そうすると自律神経の働きが鈍くなってしまいます。また姿勢が歪んでしまうとここの胸のところの胸郭が広がらなくなってしまいます。胸郭が広がらないと呼吸、こうやって吸った時に呼吸がね、こうやって広がるんですけど、これが広がらないってことは呼吸が浅くなってしまいます。で、呼吸が浅くなってしまうと交感神経が優位になってしまいます。そのため本日は姿勢を正すことができて、できてなおかつ自律神経を調整することができる体操法をご紹介しようと思います。では実際に自律神経体操のやり方を見ていきたいと思います。では手をですね、上げるんですけれども、手を上げた時にこのように手のひらを交差させて、このようにしてください。これまずどっちでも好きな方を交差させてください。で、このようにまず、耳の後ろに肩が行くようにしてください。で、顔をこうやって前に入らないようにしてくださいね。で、なるべく上げられるだけ上げてください。そしたらこの状態のまま右左に10回、1,2,3,4ってやります。で、今度は反対に10回、後ろに10回、上に10回という形で やって、今度は反対にやってっていう形でやっていきますので、皆さんもご準備ください。一緒にやってください。右に10回、左に10回、後ろに10回、上に10回で、反対の手に持ち替えて同じようにやっていくっていう流れになりますので、じゃあ皆さんも準備してください。一緒にやっていきたいと思います。ではこのように手のひらをねじった状態で、組んで、合わせてください。手のひらをねじって合わせる。で、この状態のまま、左に10回いきます。で、これね、手だけ動かしてください。体ごとこうやってねじらないでくださいね。手だけいきます。せーの、10回いきます。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。反対側で、右に10回、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。後ろに10回、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。上に10回いきますが、この際に10秒かけて上に上がっていきます。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、少し緩めて2回目、2,2,3,4,5,6,7,8,9,10。3,2,3,4,5,6,7,8,9,10。4,2,3,4,5,6,7,8,9,10。5,2,3,4,5,6,7,8,9,10。6,2,3,4,5,6,7,8,9,10。7,2,3,4,5,6,7,8,9,10。8,2,3,4,5,6,7,8,9,10。9,2,3,4,5,6,7,8,9,10。12,3,4,5,6,7,8,9,10。どうですかね、ここまでで結構体がポカ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 すると思いませんか。私ちょっとね、結構冷房かけてやってますけど、これでも結構暑いです。で、これが終わったら今度反対の手をねじってやるんですけど、動画の場合はちょっと削除というか、ね、時間の尺があるので少しそこは削らさせていただきます。で、この姿勢の体操、まあ、自律神経体操ですね。自律神経体操は朝昼晩で行ってください。で、このしっかりと姿勢を正すことによって自律神経の働き良くなってきます。
例えば脊髄の流れっていうのはこういうふうに首が、ま、こういうふうにね S 字のカーブがきつければまっすぐな本来は流れるはずの脊髄もこううねうねしちゃうと湾曲してしまうために流れが悪くなってしまいますよね、脊髄の流れは。なので姿勢を正すことによって脊髄の流れが良くなる、脊髄の流れが良くなるってことは自律神経の働きも良くなるっていうことになりますので、皆さん朝昼晩でこっちと反対側でやってくださいね、後ろと上に10回。この上に行くときがね結構きついんですけれども、肩こりとかにもいいし頭痛とかにも効きます。いろいろな部分で姿勢を正すと良くなってきますので、あとうつ気味の人とかも自律神経失調症の人もそうですけども、姿勢がねこうやってだんだん悪くなっていく人が多いですから、なのでねしっかりとこの体操朝昼晩で行ってみてください。はい、ではですね自律神経を活性化する方法を皆さんにご紹介していきます。これね皆さん自宅でできるんでね必ずやってくださいね。今回のねツボ押しと体操以外にも日常生活変えないと自律神経変わりませんよね。よく聞いて行ってください。じゃあねまず一つ目睡眠、10時に寝て6時に起きてください。7時間から8時間寝れば人間は十分な睡眠が取れているとされております。でこれね睡眠ね1日3時間の睡眠と10時間の睡眠とあるんですけど、どちらも不健康です。10時間寝てるから結構健康だろって言われてるんですけど、言う人いるんですけども、3時間の睡眠と同じです。だから10時間寝るっていうのは寝すぎです。で大体もう6時間から8時間の間で寝てれば特に問題ありません。2、食事。1日2食で発酵食品と食物繊維を多く取り、和食にしましょう。甘いもの、小麦粉食品。この小麦粉食品っていうのはアメリカなんかでも結構最近話題で、皆さんグルテンフリーなんて聞いたことあると思うんですけど、この小麦はですね代謝するときにグルテンっていうのに変わって、これが悪影響を及ぼすということで体にすごい不都合を出るということで、アメリカでは病気もかなり出てきてしまっているのでグルテンフリーというのが出ました。でこの小麦食品でジョコビッチ選手っているんですけど、あのテニスのねすごい優勝した人、この人は小麦粉系をやめることによって成績がアップして、あんだけ勝ち続けることができたとご自身で発表されております。なのでこの小麦粉の食品っていうのはやめていただいた方がいいです。血糖値上げるだけで何の栄養もないです。空の栄養だと言われてます。でこの小麦粉食品ってどういうのがあるかっていうと、パスタ、うどん、パン、ラーメン、餃子、マカロニ、皆さん大好きですよね。こういうのはやめてください。また冷たいもの、日本なんかだとね氷が入った水とかね、今の夏なんかいっぱい出てきますけど、冬でもそうですよね。ああいう冷たいものダメ、すべて36度以上にして体内に入れてくる、サラダなんかもダメ。で次お酒、タバコは避けましょう。健康とは一つ一つの細胞にいかに綺麗な血液を届けるか。綺麗な血液、質の良い血液というのは腸内環境で決まります。3、運動。1日1万3000歩、およそ90分歩くようにしましょう。80歳以上の方は1日1万歩で60分ぐらい歩いてください。でこのポイントはですね、ゆっくり歩くことです。激しい運動やランニングは逆に交感神経を優位にしてしまうんです。患者さんなんかでもゆっくり歩くより走った方がいいんです、走るのが好きですって言いますけど、もうあれランナーズハイになっちゃって交感神経が過敏になっちゃってる状態なので、ああいうのは良くない。で歩行程度の軽い運動は全身の血液循環アップするのに最適です。なので街ブラで、あこんなところにこんなお店あるんだ、こんなお店あったんだみたいな感じで歩いていただくのがいいです。4、入浴。38度から40度で30分から60分入浴することにより副交感神経が優位になります。寝る30分前にはお風呂を出て、出たらすぐに寝てください。足が温まることにより眠気が出るのです。次メンタル、これ重要ですよ。考え方を、まあいっか、どうにかなるさ、失敗したっていいじゃない、
失敗が多い人ほど成功する。それはなぜかは、それは失敗を恐れず挑戦するからです。など、楽観的に考えましょう。完璧主義な人は自律神経が乱れやすい特徴がありますので、自分に厳しくするのもほどほどに、自分が壊れてしまったら大変なことになります。音楽、オペラ、クラシックなど落ち着いた音楽を聴く。ちょっとね、ここに書き忘れてしまったんですけども、7つ目が旅行に行く。綺麗な景色を見る。滝や川、海などの水のそばに行く。懐かしい場所に行くなど、すべて副交感神経を優位にします。それでは最後にまとめのお話をしていきたいと思います。自律神経がおかしくなると、さまざまな病気になってしまうのです。しかし、2週間、体の調子が悪い状態が続く場合は、病気を疑った方がいいので、そういった場合は病院で一度チェックをしてもらってください。それでもなかなか調子が上がらないという方は、お近くの鍼灸院にご相談ください。全身の血流を上げることは、副交感神経を優位にすることができるのです。今後もこのような動画の配信を行っていきますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録といいね、コメントお待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。